この動画では動画をスローモーションにする際に役立つアフターエフェクツの機能を2つ紹介します。この動画を見ればスローモーションを作る際のフレームレートの知識やブレンディングや緩急の作り方もわかるようになるので、ぜひとも真似してみてください。それでは早速本編を見ていきましょう。アクション。まずはスローモーションの編集の前に撮影時のフレームレートと編集時のフレームレートの違いをご紹介します。そもそもフレームレートというのは1秒間に何コマの画像で映像を動かしているかを表している数値ですね。1秒に30コマなら 30fps と記入されます。スマホのカメラにも表示されてますね。ここで撮影した時に30フレームで撮ったのであれば、編集画面の設定も30フレームに設定しておくことをお勧めします。編集の設定を箱で考えると、60フレームで撮影した動画なら2倍遅くしても30フレームの枠に入るので滑らかに再生できます。ですが30フレームで撮影したものを2倍にすると15フレーム分が抜けてしまうので、1フレームごとに動画が止まりながら再生されることになります。今回はこれを解消していきましょう。今回の動画は25フレームで再生できる動画を使って、編集のフレームレートも25に合わせておきます。そうしたらスローにするべく、この縄跳びぴょんぴょん丸を選択しておいて、右クリックから時間の時間伸縮に進んで、伸縮比率を 200% に設定します。すると速度が遅くなったのですが、その分カクカクしたような動きになってしまいます。そこでこのフレームブレンドというスイッチをオンにしていきましょう。一つ目のフレームブレンドはフレームミックスと呼ばれる方法で、こんな感じで映像にエコーのようなものを加えてスローモーションっぽく見せています。ちょっとブレているような感じになるので、昔を思い出す回想シーンとかそんなのには使えそうですね。そしてもう一回スイッチを押すと、今度はピクセルモーションという方法でフレームブレンドができます。これは自動的に新しいフレームを生成して、カクつきを抑えてくれます。フレームを生成するので、レンダリングに時間がかかるのと、よく見てみると映像の周辺がちょっと歪んでますね。なので、本当に滑らかなスローモーションを作りたい場合は、撮影する時のフレームレートをめちゃくちゃ高くしておくと、その分動画を引き伸ばすことができます。もしかすると将来的には AI が補完してくれるかもしれません。そしたら最後に速度の緩急についてちょっとだけ説明していきます。速度を変更するにはタイムリマップを使用する方法もあります。コマンドオプション T でタイムリマップ使用可能にしておくと、時間に対してキーフレームが表示されます。そしたらスローにしたいところの間隔を覚えておきながらキーフレームを打っておきましょう。そして同じ長さで後ろのキーフレームを動かすと、ここのところだけ2倍のスローが出来上がります。とはいえこのままだとここで急にスローに突入します。そこでグラフエディターを開いておいてから、速度が遅くなるところのキーフレームを動かして、滑らかにスローに突入していくようにしていきます。この時滑らかにした分、キーフレームの間隔も調整する必要があるので、映像とグラフを見ていきながら微調整して作りたい速度の緩急を目指してみてはいかがでしょうか。それでは今回の動画は以上です。もし何かご質問や気づいたことがあればコメントしていただけると嬉しいです。それではここまで見てくださり本当にありがとうございます。